にちは、改めまして今回の東京ゲームショー2015でスクエアエニックスブースプレゼンツの、プレゼンターを、務めております西飛鳥です。お願いします。ですね、この時間は、東京ゲームショー2015、スクエアエニックスブースツアーと題しまして、今年のスクエニブースでは一体どんな感じなのかっていうのを、西の視点で、皆さんに、お披露目していきたいと思います。ご来場かなわずこちらの番組を、ご視聴中の皆さんもこの番組を見ればスクエニブースに来た気になれること間違いなしですので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。ではですね、皆様、私の後ろにあるのがこちらスクエニブースです。見てください、すごい。お姉さん映して、お姉さん綺麗ですね、お姉さんそしてこう引いていくと全体的にこう黒いんですよね。スクエニってこうロゴが黒いじゃないですか。なので結構分かりやすい、しかもでかい、広い、いろいろある、なんだかワクワクしてきますね。というわけでちょっとですね、こっち来てください。こちらにマップあるのでちょっといろいろ見ていきたいと思いますが、今私がここにいる場所、これがインフォメーション、この辺りですね。はい。でまあこんだけあるんですけれども、スターオーシャンですとか、ドラゴンクエストビルダーズ、ファイナルファンタジー14、いろいろありますが、こちらメインステージ、そして、オープンメガシアター、そしてスクエアエニックスプレゼンツジャパンスタジオ収録ブースですね。で、スクエアエニックスパートナーズと、なんだかいろいろありますね。これからですね、私詳しく紹介していきたいと思います。楽しみにしていてください。はい、ここが、スクエニブースの中心となるメインステージです。メインステージではですね、一般日の土日2日間にわたってさまざまなステージが開催されます。ファイナルファンタジー15ではもうおなじみとなっておりますアクティブタイムレポート、東京ゲームショー出張版なども予定されております。アクティブタイムレポートの司会は、マーケティング部の大藤さんが務めていらっしゃるんですけれども、昔ですね、西が、新人だった頃というか、まあ今もペーペーなんですけれども、ラジオスクイニちゃんでお世話になった方。ちょっと何やってるんですか驚きすぎびっくりしたお、大藤さん。はい、大藤です。ちょっとほんまに驚かれると俺が引いちゃうんだけど本当ですか。いや、あのね、はい、ディレクターさんに今ここに出ろって言われたんですよ。あ、そうなんですね。はい、あ、だからマイクを持って。そうですよ、こんな飛び入りないでしょ、マイク持って。あ、確かに、もうびっくりした、こんなお偉いさんがうろうろしてるなんて。ありがとうございますというわけで、ですね、皆様改めてご紹介をさせてください。もう台本どこ行ったんだ、はい、はい、俺がやります。スクエアニックスの大藤です、よろしくお願いしますよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう昔すごいお世話になっちゃって、そうなんですよね。出張中にフランスまで電話されたりしたんですよ。そうなんです、ラジオスクエニちゃんで、はい、すごい失礼なことを電話越しにバンバン言っちゃったりとかして。楽しかったです、ありがとうございます。じゃあ、こちらの説明を。そうですね、はい、今日はメインステージを説明しろって言われてますので、僕の方からじゃあお願いします。はい、こちらがですね、そのスクエアエニックスのメインステージになっております。はい、そうですね、2、300人のお客さんが入れるようになっているんですが、200インチの LED スクリーンと、それからいくつも今回はカメラが用意されていますので、いつも社内でやっているスクエアエニックスプレゼンスよりはるかに豪華な仕様で皆さんにお届けできると思います。で、コンテンツなんですが、はい、僕がやっているファイナルファンタジー15のアクティブタイムレポートをはじめ、はい、ドラクエ10TV とか、うんうん、あとは FF14 の出張プロデューサーズライブレターとか、はい、いろんなコンテンツが土日にわたってぎゅうぎゅうに詰まってますので、すごい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。だそうです、はい、ありがとうございます。ご来場の皆さん、それであともう一つですね、ネットでご視聴中の皆さん、うん、こちらもですね、皆さんにぜひ楽しんでいただきたいですね。そうですね、今回のステージはすべてネットで中継されてますので、会場に来られなかったっていう方もですね、ぜひネットで楽しんでいただければと思います。はい、大藤さんありがとうございます。とんでもない。ちなみにですね、うん、はい、私この後もブースいろいろ回ってご紹介していくんですけど、よかったら一緒にどうですか。あ、お断りします。なんでドライちょっとね、仕事があるんでごめんなさいね、はい、本当は一緒に行きたかったんですけど。あ、本当ですか、わかりました。でもいろいろ説明ありがとうございました。
大藤さんでした。ありがとうございました。あ、びっくりしました。これがサプライズってやつなんですかね。ですね、では気を取り直して、この後も、いろいろ紹介していきたいと思います。次はここ配信スタジオです。メインステージとは別のプログラムが用意されているこちらの配信スタジオは、その名の通り、このようにスタジオ風となっていて、ご来場者の方にも見ていただきつつ、主にネット視聴に向けた番組をお送りしていきます。今朝ですね、お送りしたグランドオープニングも、実はこの配信スタジオからお届けしました。こちらでもですね、土日にわたって、さまざまな番組が予定されておりますので、ぜひご期待ください。続いてはオープンメガシアターです。今回のスクエニブースはちょっと変わっておりまして、メインステージとは別に、こちらの大きなメインスクリーンが、用意されております。メインステージはですね、イベント満載なので、トレーラーを見たいんだっていう方はこちらのオープンメガシアターでご覧くださいという意図があるそうです。さあ、こちらは、ファイナルファンタジー14のコーナーです。今回の東京ゲームショーでは、どのような内容なのか、こちらの方にお話をお伺いしたいと思います。プロデューサーレターライブでおなじみの室内さんです。はい、スクエアニックスコミュニティチームモルボルこと室内です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。モルボルこと、はい、室内さん、よろしくお願いします。はい、早速ですが、室内さんに質問をいろいろしてみたいと思うんですけれども、はい、ちょっといいですか、そのお手に持っているのは。あ、こちらですね、はい、こちらはデブチョコボの、はい、内輪になってまして、あ、はい、土曜と日曜日、このファイナルファンタジー14ブースの周辺で、はい、皆さんに配ってますので。あ、無料で配っている、はい、ぜひ見かけたらもらってってください。これはもらうしかないですね。めちゃくちゃ可愛いですね。そしてこちらは、はい、こちらはステッカーになってまして、はい、今回ファイナルファンタジー14ブースでは、はい、最新の版神、召喚獣のラーバナと戦えるバトルチャレンジをやってるんですけど、はい、それに参加された全ての方にこちらのステッカーをプレゼントしてます。お、勝っても負けてももらえるという、はい、もらえます。あ、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、ではですね、もう一つ質問いってみたいと思います。今回の出展内容というのは一体どのようなものになっているんですか。はい、先ほど言った通り、ここではまず、バトルチャレンジというのをやっていて、はい、ラーバナと8人で戦う、みんなで戦ってと、はい、いうコンテンツをやっています。で、勝てば、はい、こちらの T シャツを、 T シャツをプレゼントしております。え、いいんですか。はい、いいです。そんな、景気がいい。すごい。はい、ので、ね、ぜひ皆さん勝って持って行ってください。素晴らしい。頑張ってみんな勝ちに行きましょうね。はい、ではですね、どんどん質問していきたいと思いますけれども、はい、プレイしていない方にも嬉しい施策が今回あるっていう。はい、そうなんです。今回いつも東京ゲームショー列が長くなっちゃって皆さんにご迷惑をおかけしてるんですけれども、はい、もしまだプレイしてないよ、14プレイしてないよっていう方を一緒に連れてきてくれると、はい、優先レーンからちょっと早めに入ることができるというのをちょっと今年はやってみてますので、なるほど、ぜひプレイ中の方も、はい、まだプレイされてない友達を連れてくるとちょっとは早いかもよということで。すごい。じゃあもうどんどん、はい、新規の友達を。そうですね、もうぜひ連れてきてください。はい、ありがとうございます。はい、室内さん、どうも説明ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ファイナルファンタジー14のコーナーでした。続いてはスターオーシャン5の試遊コーナーです。プロデューサーの小林さんが人生に3度あるというチャンスの2度目が来たとのことで、不在なため代わりに宣伝の方にお話をお伺いしていきましょう。スターオーシャン5宣伝担当の西尾さんです。はい、宣伝担当の西尾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあもう早速ですが、はい、触りましょうか。あ、もう早速いいですか。巻いていこう。言っちゃいましょう。はい。どんな感じなんでしょうか。楽しみ。お、あ、いいですか。失礼します。で、ゲームがスタートするんですけど、はい、今回は私有版なんですが、ゲームの序盤をちょっと一部切り出したストーリーになってます。なるほ
ど。一応この子が主人公フィデンって言うんですけど、今回イベントもシームレスになってて、はい、まあ、こういう風にカメラ動かしたりとか、実はちょっと今アングル変ですけど、イベント中にこうやって、もう無視して歩くこともできちゃう。すごい。めちゃくちゃ綺麗じゃないですかこれ。ありがとうございます。すごい、わー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 。で、まあ、いきなりちょっとイベントがあった後に、まあ、敵がいて、今回シームレスバトルなので、まあ、そのままちょっと丸ボタンを押すと、丸ボタン、もうバトルに入ります。そして、そうです、丸を連打してますよ。連打するだけでもう大丈夫です。すごいすごいすごい。今回はバランス的にはもう初めて触れる人が、まあ、ガチャガチャプレイでも、まあ、ゲームがちゃんとできるようなバランスになってますので、はい、まずはシームレスバトルとしての醍醐味を味わってもらうような終盤になってます。で、ボタンを長押しすると必殺技が出ます。ちょっとやりたいやりたい。あ、総破産で、丸だとまた違う技が出るんですけど、まあ、勝っちゃいましたね。勝っちゃいました、勝っちゃいました。わ、で、そこはこ一応こっちにミニバップがあるので、まあ、こっちに、はいはい、なるほどなるほど。あ、とりあえず取っちゃっていいですか。 こうですか、はい、丸ボタンを押すとアイテムが拾える。ブルーベリーを拾いました。 HP が減ったら回復しましょう。あ、こっちです。こっちですか。あ、こっちか。で、そこ行くとまたイベントが始まる感じで、で、一応今回はまあこういうシームレスなイベントもあるんですけど、はい、まあ、従来のムービーで作られたカットシーンというのがちゃんと入ってますので、まあ、今回は本当シームレスだよっていうのを見せたかったっていう開発のこだわりによってこういう風な CU 感になってます、はい、確かになんかイベント中とかもずっとカメラワークをこうぐるぐる、ぐるぐるして、だから例えば女の子見たかったらずっと女の子寄ってもいいし、男の子見たかったら男の子寄ってもいいし、自分の好きなキャラを、自分の好きなキャラを見ても全然できるので。素敵。じゃあこの人についていきましょう。こちらだ、はい、まさか隠し扉、よくある隠し扉というのがあって、一応今エイタロンという盗賊団を追っているところなんですよね。で、彼らの、まあ、隠しの砦みたいな。で、これも行くぞ。行け。で、そのまま真っ直ぐ行きましょう。真っ直ぐ。で、実は十字キーを押すと他のキャラクターも使えます。なんですって。主人公じゃなくてまたそのキャラクターが。すごい。基本的に操作感は全部一緒なので。すごい。女の子、女の子、女の子。女の子は魔法系なんで離れちゃった。離れて、まあ、殴ることもできますけど。かわいい。ゼロなので。あ、本当だ。離れた方がいいです。離れた方がいいよ。離れるんだ。よいしょ。ちょっとじゃあいろいろやらせていただいたんですけれども、なんかこう私とかもその RPG ってこう、はい、がっつりやり込んだりとかっていうのが、はい、なかなかやったことがなかったんですけれども、なんか女の子でもできるっていうところが。軽くポンポンって触ってもらうと結構アクションが派手で気持ちいい感じになるですね。すごい。アクションっぽく見えますけど、やっぱ RPG なので、はい、やっぱりレベルを上げとけば、もう敵、強い敵でも倒せるので、なんか難しそうだなと思わず、まあ、ぜひね、はい、この機会に興味を持ってもらえたらなと思います。なんかこう、スターオーシャン5、こちら初めてね、はい、プレイする方でも存分に楽しんでいただける内容だと思いますので、はい、はい、ぜひやっていただきたいと思います。こちら発売日とかが、はい、そう、発売日がですね、はい、ここにいます。2016年の2月15日、2月15日、あ、ごめんなさい、25日、2016年の2月25日に、はい、25日、はい、はい、今はいろんなところでもネットとか予約ができるのでね、なるほど、皆さん予約してください。はい、ぜひぜひお願いします、はい、お願いします。西尾さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、以上、スターオーシャン5のコーナーでした。続いては、ドラゴンクエストビルダーズの特別プログラムのコーナーです。はい、ここはですね、なんだかちょっと教室っぽくなっておりますけれども、一体何を授業してくれるんでしょうか、はい、ということで早速、こちらの方にお話をお伺いしましょう、はい、ドラゴンクエストビルダーズ宣伝担当の村上さんです、はい、よろしくお願いします。村上です。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ちょっといろいろ質問をさせていただきたいと思います。ドラゴンクエストビルダーズとは一体どんなゲームなんですか。はい、実はこの作品ですね、はい、ドラゴンクエスト1、もう今から約30年前ぐらいに発売された第1作目の作品、はい、アレフガルドという大陸がですね、はい、まあ、もうここのブースの中にもあります竜王というボスですね、
はい、このボスに支配されてしまった世界という、なるほど、今までにありえなかった世界というところが舞台になっています。本来は勇者が、そうなんです、本当は、ね、勇者が世界を救うというのが当たり前なんですけれども、はい、それがこう崩れてしまった世界、これが今回のビルダーズの世界になっています。はい、その世界をこうどういう風にしていくゲームなんですか。実はですね、今回の世界は全て一つ一つブロックでできてます。ブロックでできてる、そうなんです、はい、なので実はブロックができてるその世界を自分で壊して、はい、壊して、そうなんです、壊しちゃうんです。で、新しいアイテムを作って、はい、壊れてしまった街一つ一つをもう一回復活させましょう、はい、自分で作るんですね、街を。あ、街を作る、そうなんです、自分の好きなように。そうなんです、今まではこう冒険を進めて、はい、モンスターたちを倒していくテーマだったんですが、今回は街を復活させるということがテーマになっています。すごい新しいですね。そうなんです、新しい作品ですね。あ、なるほど、はい、じゃあちょっとなんかいろいろと実際に入ってみて、はい、行きましょう。行った方がいいですかね。はい、はい、すごい。あ、なんかここで、あ、私有というかできたりとかもするんですね。はい、今回あの体験できるコーナーも設けています、はい、なるほど。で、このブース全体もですね、はい、まあ、今回ブロックということもありまして、はい、まあ、いろんなところにこうブロック調の壁であったりとか、いいですね、まあ、こういった外観の建物もそれぞれですね、うんうん、すごい雰囲気が出てますね。そうなんです、部屋になってます、この中は。お、じゃあこちらに遊びに来てくれた方は、はい、ここのドラゴンクエストビルダーズを試遊できるということで、はい、実はですね、はい、19、20日の一般日なんですけれども、はい、今回ドラゴンクエストビルダーズスクールと、スクール、そうなんです、はい、今回ちょっと学校形式にして、はい、授業の感覚で皆さんと一緒に、まあ、我々が先生役をして、なるほど、一緒にこうゲームを盛り上げてもらおうというような、ちょっとしたこうテーマパークのような、はい、仕組みを今回入れています。あ、だからなんかちょっと授業みたいな。そうなんです、なので1限目はこれやりましょう、2限目はこれやりましょうという形で、今時間割もですね、公式サイトに公開してますので、はいはい、そういう街とかの作り方みたいなのの講座的な、まずはこう簡単なものを作るところから、はい、そしてこう内装をアレンジするところから、そうですね、いろいろな形式でこう6回分別々の遊び方を今回はご提供しようかなと思っています。すごい、じゃあもうどんな感じなんだろうって思った人はみんな理解できるという。そうなんです、この東京ゲームショーでビルダーズの、まあ、いわゆるこの実機プレイですね、はい、初公開になっていますので、ぜひこちらご注目いただきたいなと思います。ありがとうございます、はい、じゃあ楽しみにですね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、以上ドラゴンクエストビルダーズ特別プログラムコーナーでした。はい、ワープですね、ちょっとホールが違うのでちょっと遠いので、ワープをさせていただきました、というわけでですね、スクエニブースからずんとワープしまして、物販エリアに来ております。こちらにもですね、スクエニのブースがあるんです。ではでは早速ね、中に入っていきたいと思います。すごい、あ、なんかいろんな商品が、あー、見てください、この素晴らしいフィギュアの数々。あとこっち側、反対側もですね、なんかいろんなものが並んでおりますよ。 T シャツとかもありますね。ではではでは早速こちら行きましょう。あ、どうもどうも、はい、こんにちは、ということでですね、はい、マーチャンダイジングのグッズショップに、お邪魔しました、今回の、一押しのですね、商品などのお話を伺っていきたいと思います、はいはい、お願いします。マーチャンダイジングの松下さんです。マーチャンダイジングの松下です、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが、はい、松下さんにいろいろ質問をしていきたいと思います、はい、今回ですね、先行販売商品がある、はい、ということなんですけれども、はい、あ、はい、今回ですね、東京ゲームショー用にすごく先行販売商品たくさんご用意しているんですね、はい、でその中でもちょっとこの一押しなのが、このクラウドのぬいぐるみです。かわいい、かわいい。ちょっと触ってみてもいいですか。あら、結構ボリュームもあって、本当だ、でもなんかいい感じの
フィット感で、はい、なんかクラウド好きにはこうたまらない、はい、そうですね、たまらない商品になっていると思います。こちらが先行販売で、はい、先行販売で販売してます、はい、どこよりも早く、そうですね、どこよりも早くここのゲームショーの会場で手に入れることができますので。なるほど、はい、そしてもう一つが他にですね、あのファイナルファンタジー14からこちらのスマートフォンケース、はい、というのがございまして、はい、でこれあの iPhone とかに限らずこの中であの接着シートでつけることができるので、ほうほうほう、いろんなタイプに、はい、いろんな機種があるからもう、そうなんです、全部に使えるっていう、ありましたので、素晴らしい、はい、こちらもこちらのあのゲームショー先行販売になります。はい、そしてですねもう一つオフィシャル限定商品っていうのもあるんですよね、はい、そうですね、でオフィシャル限定の中であの、はい、ファイナルファンタジー系のものですと、はい、こちらにですね、ほうほう、あのラバーストラップのボリューム5というものがありまして、かわいい、こちらのゲームショーの会場でご購入いただくと、はい、オフィシャル限定特典というこのトンベリの、はい、スザクトンベリのラバーストラップがついてくると、なんかすごいラバーストもなんかぷっくりしててすごい可愛らしいですね、はい、前 の, あのシリーズもいっぱいあの用意してますので一緒にご購入いただけると、はい、嬉しいです。ありがとうございます。そしてこちらのドラゴンクエストのオフィシャルショップ限定商品のスマイルスライムのセンス、はい、かわいいですねこれも限定で、こちらは、はい、もうオフィシャルショップ限定商品なので、あ、素晴らしい、なんかめっちゃ枠にも似合いそうな、そうですね、かわいい、はい、これはすごくあの海外の方もいらっしゃるので、うん、あ、そっか、はい、そうですよね、ぜひこれも、うん、ぜひ手に入れなければいけません、はい、そうです、ね、はい、ちなみにこちらで買うと、はい、なんか購入特典までもらえるって聞いたんですけど、はい、あの1000円以上お買い上げの方には、はい、ファイナルファンタジーのトレーディングカードゲームとドラゴンクエストのトレーディングカードゲームのプロモーションカードをプレゼントしています。すごい景気がいいその2 ありがとうございます。じゃあぜひともねここでたくさん、はい、あの商品を、はい、はい、ぜひぜひ ご購入いただければと思いますので、はい、ありがとうございます。すごいもう物欲センサーがすごいんですけれども、はい、はい、松下さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、さてさて皆さん、こちらにはですねミュージックショップもあるんですよ。ショップこちらなんかかっこいいですねいろんな音楽商品が売ってそうな感じです。こちらでですねお話を伺うのは、音楽出版の山田さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。そしてそちらにいるのはファビアンです。ファビアンです。ファビアンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さてさて、では早速ですが、はい、あのいろいろと、質問していきたいと思います。今回ですね、はい、あの初お披露目の商品があると伺ったんですけど、はい、今回なんです。結構いっぱいあるんですけれども、いっぱいありますね。今回、イベント会場限定販売の、初お披露目商品が、5つございまして、5つ、はい。はい、5つも順番に紹介していきますね、はい、まずはですね、2タイトルなんですが、はい、こちらが、サガシリーズ25周年ということですね、はい、記念いたしまして今回コンピレーション CD を2タイトル、出しております。はい、サガフィールド&キャラクターテーマ楽曲集 と、ボスバトルのテーマを集めた、はい、サガバトラストバトル楽曲集という2枚こちら、リリースしております。おで、さらにですね、はい、次また ありがとうございます、はい、次2タイトルなんですけれども、今回あのライフスタイル CD っていうですね、ちょっとスペシャル企画 CD を用意しておりまして、はい、まあ、日常で聴きながら楽しめるっていうのをちょっとコンセプトに、はい、今回あのドライブとリラックスっていう2タイトル、ドライブ中に聴きたい、リラックスしたい時に聴きたい CD っていうような形でちょっとシチュエーションに合わせて、あ、なるほど、はい、っていうのを、2タイトル出しております。さらになんですが、こちらモバイル用のゲームの聖剣伝説ライズオブマナーですね。こちら あの昔サウンドトラックをですね2014年の4月に出しているんですけれども、はい、それの時に、まだゲームに収録されていなかった楽曲を今回まとめてイベント会場限定ということで販売しております。こちらの5枚をですね今回初お披露目ということで、すごい5枚もあるんですね。これはぜひ買いですね。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、そしてもう一つ、はい、あの売れ筋商品っていうのはどんなものがあるんですか。はい、こちらがですね、はい、まずこちらなんですけれども、はい、ファイナルファンタジー14のですね、はい、サウンドトラック、はい、ビフォーザフォールのサウンドトラックなんですけれども、うんうん、こちらの発売週にですね、はい、デイリーオリコンアルバムランキングで1位を取りましてすごい、はい、こちらのですね、今回コンポーザーのソケン氏のサインも、うんうん、今回の先着で入っておりますので、
かなりこちらおすすめ商品になっておりますので、ぜひお求めください。はい、ありがとうございます。はい、サイン商品が結構他にもございますので、あれこちらは伊藤健さんとかですね、あと下村陽子さんのサインが先着で入ってますっていう商品もございますので、ぜひ先着でチェックをしていただければと思います。そしてもう一つ、はい、購入特典があるそうなんですけれども、はい、こちらですね、はい、こちらのブースでですね、2500円以上、はい、1会計につきお買い上げいただいたお客様に、はい、こちらのトートバッグ、エコバッグですね、はい、とですね、はい、こちらのサンプラ CD っていう今後の発売予定のタイトルの収録トラックをですね、はい、13曲分ですかね、発売予定の予定のものが結構入ってたりするんですけども、なるほど、こちらを収録した CD をまとめて先着でこちらもプレゼントしておりますので、ぜひ買い物に来ていただければと思っております。ありがとうございます。なんだかすごい魅力的な商品がたくさんですね。皆様ぜひこちらのミュージックショップにお買い求めください、というわけで、はい、山田さんと、そして一言も喋らなかった、ぜひちょっとなんか最後に一言ねいただきたいと思います。ファビオンです。ファビオンファビオンさん、パーフェクト、はい、ではカメラに向かってよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけで、お二方どうもありがとうございました。ということで、駆け足でしたけれども、東京ゲームショー2015、スクエニブースツアーをお届けしました、いかがでしたか？いろんなコーナーがあって、なんかもうすごい盛りだくさんでしたね。ご来場の皆さんはもちろんのこと、番組をご視聴のあなた皆さんにも、今年のスクエニはこんなんだったんだなっていうのを、ご理解いただければ幸いです。東京ゲームショーはまだまだ、これからどんどん盛り上がっていきますので、皆さんぜひともよろしくお願いいたします。以上、西飛鳥が、真面目な西飛鳥がお伝えしました。現場からは以上です。バイバーイ。